はい、こんにちは、カムさんです。カルソニック23 R92CB です。続きね、やっていきたいと思いますが、今日はね、ブルーのね、マスキングから塗装までやっていこうと思います。まあ、他の作業ちょっと無理かなと思います、今日もね。前回動画はレッドのね、塗装をやって、マスキング塗装で、なんだろう、なんか外で暴れてますけどね。塗装をやってね、いつもよりは短い時間の動画でね、終わったという感じで、赤の塗装をね、やりましたけども。はい。何の話してんだろう。頑張っていこう。はい。ブルーのね、マスキングしていこうと思います。まあ、いつも通りね、そうやな。今日はね、ほんまはね、これ、ストレートなんで、大きいやつでピーってやってもいいんですけど、この辺のね、変形が、やっぱりね、ピンクのイタリアニッサンね、やった時に、やっぱり細切りの方がええなっていうのがあったんでね、これももう細切りで今日は行こうかなと思います。普通ね、普通いうかね、マスキングね、こういうまっすぐなとこやったらもう太いままでドカンドカンって貼っていった方が早いんで、大概そんな感じではいくんですけどね、これの場合ね、ちょっとこううねりがあったりするんで、これの方がやりやすいやろなというところでしょうか。ここねって言っても、これ画像では絶対見えないですよね。こんな細いね、薄い細いラインですね。この白の塗装のラインね、塗り分けライン見えてるのがね、あ、そうだ、フロントくっつけなあかんな。まあいいかな、またくっつけようか。フロントのね、カウルをね、くっつけようかなと思います。あとでちょっと待ってくださいね。これね、ちょっといっとこうか。よいしょ。で、これはね、ここでこうですね。はい、ちょっとフロントつけよう。何が面白いの、なんかね、準備してたんですね。実は準備してる時にね、なんかちょっとやり忘れてるへんかな、 やり忘れてへんかなと自分の中で思ってたんですけど、フロントつけるの忘れてましたね。フロントカウルね、これは白と赤はもういいんで、こういっとこうか。こうね、これつけるときにね、こつら多少のね、ブレはあるんです。あるので、ブレないようにね、しっかりと見ながら。ブレちゃうとね、やっぱりブレたり隙間できてしまうと、やっぱりね、仕上がりもやけど、やっぱりね、塗装のラインがずれちゃうんでね、こんな感じでいけるでしょうか。いきますね。これでしっかりこうくっつけといて、青入ったらやっぱりいい感じに見えるな。いい感じに見えるね、白赤青でね、この辺はもうね、ね、先入観というかあれでしょうけどね、カルソニックは青と白と赤やっていうね、イメージがあるからね、そういう感じにもなるんでしょうけども、こんな感じでつけときますと。で、これをまたマスキングしていくにつれてね、しっかりと固定されてくるんで、そのあたりはね、塗装する前までにもう一回確認するという感じでやっていきたいと思います。はい、続きね、いきましょうか。
が折れてんですので、あ、それちゃったね。非常にね、折れても見えにくいんですよ。あの、若い方はね、このぐらいはね、しっかり見えると思うんですけどね、コンさんは老眼がひどいので見えにくい。ついたな。よいしょ。さあ、あそこまで届くのかな、このマスキングテープ。できるだけね、あの、キワキワでドンピシャでいけたら一番いいんですけど、間すいちゃうとね、まずいのと、あの、青と白のね、塗装のラインでですね、安全考えたらちょっと白にかぶす方が安全なんですけど、そこはやっぱりね、なんていうのかな、ドンピシャ狙いたいんでね。つらつらいっぱいで行くんですけど、あとこのね、拭くときにここ注意ね、これこのね、ジョイント部分というかな、ここのとこへこんでるとこっちにね流れ込んだりするととんでもないことになるんで、そこだけ注意します。塗装のときにね、こうで段差になってたらここがすくんでね、ギュッと入れとかないとね。だからこれ外して合わせてね、マスキングしたらね、ここ切ってね、外して塗装した方が、その辺のズレは、ズレじゃない、流れ込みとかはね、着込みとかはね、リスク低くなるかなと思うんですけど。でも拭くときってね、あの、ムラとかね、色の加減とか、あの、やっぱり通りもね、そうですけど、しっかりね、見ながら行きたいんで、組んだままね行った方が間違いないような気はするんですけどね。あ、これ逆に切ったな。こう、ほんまはね、これでこの向きでいいんですけど、ほんまはね、角合わすのはね、そういうことなんですけど、マスキングはこうかぶしといた方が漏れがないんで、逆に切ってかぶして角にするとね。こういうな、この辺はね、あの、いつも言いますけど、楽しんでるのもありますけど、もうね、慎重にね、失敗ないようにね、慎重に時間かけていったらいいんじゃないかなと思ってます、コムさんは。
ちょっとね曲がって見えるんですよ、ここね。やっぱりちょっと出てましたね、そこに。ここはいいな。そして。そしたらこっち行きましょうか。とこの角をね少し切って曲がってるような気がするんやけど、ここめっちゃ曲がってるな。なんでやろこれ。やっぱり元のままの方がいいのか。こう曲がってるように見えるんですけどね、パッとした感じね。でも見通したらねこれの方が通ってるんですよ。やっぱりね見通すっていうのが一番ね、直線部分ではねマスキングの基本というか、うん、いいね、うん、いいね、これで。はい、そしたら次ね、
最近コムさん、あの動画の最中ね、作業しながらあんまり喋れなくなってると思うんですけど、うん、自分でもちょっと気にはなってるんですけどね、別に元気がないわけじゃないんですよ、まあ、誰に聞かれたわけでもないね、自分でね、自分のこと自分で言ってるだけなんですけど、ね、元気がないわけじゃなくて、ただただ集中して喋れないっていうね、だけなんですけどね、誰も心配してないっていうね、はい、ちょっとね、自分の動画でちょっと見ててね、確認というかね、編集の時にでもですけどね、見てて、ああ喋らんな、最近全然喋ってないなっていうね、ちょっと引っ張られな、ちょっとこれあるかな、うん、最近全然喋ってないなってね感じたんで、もしかしたら視聴者さんの中でね、あ、こいつ喋らないようになったなっていうふうに思われてるかもからなっていう、ね、コムさん喋れなくなっちゃったなってね、思ってるかもわからないねって思ったんで、今ちょっと言ってみたんですけど、まあでも人って自分が気にしてもらってるなってとか、気にされてるかなって思ってるほど自分のこと気にしてなかったりとかするしね、かと思ったらここ全然気にしてないやろなって思うところめっちゃ気にされてたりとかね、うん、あるような気するんですよね。自分の思ってないところでね、そういうなんていうのかな、意外と気にされてるやんみたいなところがあったりとか、ええ意味でも悪い意味でもですけど、気にされてないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、気にされるようになったらね、それだけね気にしてもらってるんやからありがたい話なんですけど、ここがなんかどうもまっすぐいかないな。よいしょ、ちょっとこの辺からこう、
ここが白ね。で、ここが赤ね。分かってる話ですけどね。さあ、ここやな。こっち。こっちというか、ルーバーのところ。こんな感じでしょうか。はい、そしたらほぼね、ほぼじゃないな、もうあの青のね塗装の部分のマスキング終わりましたので、こうですね、ここ全部青なので、はい、これでね、マスキングをねしていきます。がっつりとねしていきましょう。何ががっつりかわからんけど、こうしてあれですよね、静岡ホビーショーの期間中なんですよね。あの皆さんね、どうお過ごしでしょうか。まあね、あのプロの方とかね、業者の方はね、あのプロの方とかってどうなんやろう。モデラーさんはどうなんやろうね、行ってないのかな。あの業者の方はね行ってるんでしょうけど、どうなんやろその辺は。ね、本当やったらね、楽しいね、ホビーショーの期間中、皆さん静岡へ行ってね、ワイワイとね楽しんでやってる期間なんですけども、まあしょうがないといえばしょうがないんですけどね、早く行けるようになればいいなっていうね。まあ、コムさんはもう普通のおじさんなのでね、呼ばれることはないので、自主的にね、自分で車乗って、あ、まあまあ自分で車乗って行くのは誰でも一緒かわからないですけど、ね、自主的にね、勝手にね、静岡のね、そこの会場へ行ってね、ホビーショーを楽しんでっていう、普通にね楽しむだけなんですけど、コムさんの場合はね。静岡ホビーショーいいですよね。
あれですよね、詳しい方というかそういうのがね、すごく興味のある方というかはもうね、静岡ホビーショーで、ね、新作とか出てるやつとかってね、もう把握されてたりとかするんでしょうね。業者の方じゃなかったりとか、普通の方でもね、普通のっていうか一般の方でもやっぱりその辺はしっかり抑えておられるんでしょうね。コムさん意外とそういうところはね、まあ、興味はあるんやけど、なんていうのかな、疎いというのか、自分からね、進んで調べてっていうのはあんまりしないんで、ね、ツイッターとかで、アップされててね、見て、それ見て感動してる、わすごいなって感じかな。ああいうね、作例とかね、作れたりとか、あとあれね、展示ですか、会場でね、まあ一般のあれですけど、一般の展示でもまあいいかなと思うんですけど、できたら幸せやろなと思うんですけど、コムさん釣ってなかったりとかね、そういうお知り合いの方とか、あれ入ってないですからね、サークルとかね、前にも言ったけど一回誘われたことあるんですけどね、入らへんかみたいな感じで誘われたことあるんですけど、そんな頃まだね、こんなね YouTube とかねするとかね、そんな静岡ホビーショーに自分が出してとかね、そんな思ってもなかったんですよね。うん、あれは別世界の話だと思ってたんでね、コムさんはもう ただただもう趣味で作ってるだけのおじさんっていう感じだったから、はい、こんなんすると思ってなかったんでね、こんなんで YouTube で上げてるだけでね、 YouTube 上げててもただただ趣味でねやってる おじさんの話なんでね、プラモデルを楽しむ、ただただプラモデルをね自分で楽しんでるおじさんっていう話なんで、あんな時入っといたらよかったかなっていういうところはありますけどね、後悔先に立たずっていうやつですか、こういうのが、まあ、後悔してるわけではないんですけどね、前向きにね、もしまたなんかそういう話があったらな、幸せやなっていうのを思ってるんで、ね、誘っていただけたらな、誘っていただけたらコンサートでね、自分からねガツガツ、なんていうかな、入れてくれとか、ね、させてくれとか言うていくのがね、もうめっちゃ苦手な人間なんですよ。なんで、誘ってもらえたらなっていうのは、誘っていただけたらね、どんどん参加しちゃうみたいなね、ところはあるんですけど、まあ今の時点ね、そういうわけにもいかないですけど、コロナのね、事情があったりするので、
が、ね、まあ、収まってきてね、自由にね、今までみたいに自由にできるような時代がまた戻ってきたらね、どん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 参加は、ね、お誘いがあればですけどね、させていただけたらなって思ったりしてるんですけど、うん、めっちゃ奥手なんですよね。恥ずかしがりなんですよ、この年で。人見知りの恥ずかしがりね。人見知りと恥ずかしがりって一緒なのかな。恥ずかしがりは恥ずかしがりでね、人見知りだけじゃなくて何に対しても恥ずかしいんでね。こんなね、 YouTube でね、こんな動画アップするっていうのもね、これもすごいあれやったんですよ、初め、うん、動画作ってっていうところはね、自分でやるだけなんで別に何の抵抗もなくやるんですけど、その動画をアップする瞬間、うん、話どんどん出ていってんな、静岡を見ちゃうから、うん、動画をアップする瞬間ですよね。あの瞬間こうポチッてやるところですね。やるときがね、コムさん、まあそんな皆さん普通の方、そんな方はおられないと思うんですけど、もうすぐポチッとすると思うんですけど、そのポチッとするまでがね、相当なね、どうしようどうしよう、これやったらかなりなんか変わるでみたいなね、いろいろ考えるんですね。考えすぎるんですよ。考えすぎてね、時間かかっちゃいましたね。結局ポチッとやったんですけどね、ポチッとやったんで今のコムさんもいてるんですけど、まあ今のコムさんといってもこう普通におっさんが動画アップしてるだけの話なんですけどね。ここがをね、よし、こんな感じかな。はい。で、あとはね、中ここも青なんですけどね、これがここで止まるけど、ここ止めとかなあかんね。青。こっちは白なんでね。ここが白なんですよ。これはちょっと しっかり止めないとダメだな。こういうところの吹き込みね、注意ですよね。完全に止めとかないとね、こっちに入ったらこっちが青くなっちゃうっていう。長谷川名人さんのあのライブ放送っていうかな、ライブ配信見てたんですけどね、あの会場内の巨匠おられましたね。久しぶりに巨匠見ましたよ、コムさんは。まあ他の方はね、見ておられるのかと思うんですけど、コムさんはね久しぶりに見ましたね。はい、コムさん実は数年前にねトレッサ行ってるんですよ。その時にね、なぜ恥ずかしがりなんで、店の方にね声かけるのもよしないしね、長谷川名人さんはね中でなんか作業しておられたらしいんですけど、その時もね、お会いしたわけではないんですけどね、巨匠がね出てきたんですね、中からね。偶然ですよ。でね、何か物を出すのにこう
コムさんちょうどいてるとこに来られてね、偶然ですよ、これも偶然ですけどね、来られてもう ほんま至近距離で巨匠が働いているというか、なんか物を出しているというところに出くわしたというかね、もう恥ずかしいから声もようかけずに ね、まあジロジロ見るのもあの変な人になっちゃうんで、ジロジロも見てなかったんですけど、はい、ジロジロ見るのはおかしいか、うん、ね、ただただこう、あ、巨匠だ巨匠だと思ってね、ドキドキしてたっていうね、おっさんがねドキドキしてたっていう。はい、それではね、ブルー塗装していきたいと思います。はい、やっていきます。
はい、一旦こんな感じね。ちょっとあの実写よりは明るめの色でね調色してるんですよ。いや多分濃いく塗っていったら濃いめの色になるし、あのちょっとね暗いところに置いたりしたらねめっちゃ暗くなっちゃうと思うんで。あたりはねちょっと調節していきたいと思うんですけども、もしか暗すぎたらもうちょっと、じゃあ明るすぎたらねもうちょっと暗めの色を塗るとかねしようと思うんですけども、はい、一応こんな感じでね、画面で見た方が若干暗くなるのかな。
んまりね吹きつけると濃ゆくなりすぎたりとかね、ありあるしね。特にカルソニックブルーっていうのを意識して吹いてるんで、特にね、あとあれですね、画面というか、ね、カメラに収まってやらあかんっていう、これほんまあのちょっと塗装ブースのねっていうか撮影の角度を考えやらなあかんとは思ってるんですけどね。なかなかね、この場所の条件がね、厳しいので、なかなかね、いい感じのところでは撮影できないというか、角度でね、カメラが設置できないというか、コムさん側の事情がね、いろいろありまして。おそらくね、今回も動画めっちゃ長くなってるんで、何ぼかはねカットされてね、まあ何ぼかはというかがっつりねカットされて飛び飛び状態で動画はねなっちゃうと思うんですけど、はい、青こんな感じでね吹きました。はい、もうね乾いてますので、あ、そうそう、この中とかはね黒塗装なんで薄めに塗ってます。はい、あとここねカーナンバーのところね、ここ白く塗るんで、もうこの薄くしてます。ここゴールドじゃシルバーなんで、ここね両側ね、でここカーナンバーとね、まあ、薄くしてます。はい、で、ね、もう時間ないかもしれないんですけどね、めくっていきたいと思います。多分時間なかったらね、もうカットカットで、動画はもうカットカットでね、塗装シーンかなりカットされると思いますけど、まあ、塗装シーンはね、いいですよね、別にね。あ、
赤ね、今出たらもう鮮やかやなって思いながらおしゃべり夢中になってて今ね。で、今赤からね、こっち青やっぱりできてね、この赤出て白出て青っていうんでね、もう、前回の動画の段階ではね、白と赤やったんで、うわーって感じだったけど、やっぱ青入るとね、それなりに、ね、認識されてるのか、脳に認識されてるのかな、もうこのカルソニックのね、カラーリングが。だからもう、なんか脳の中で OK 出てますね。うん、もうなんか青入った方がね、派手な感じはするんですけどね、逆にね、うん、はするんやけど、青入った方が脳の方が OK 出すんで、それなりにねいい感じに見えるっていうね、ちょっとなんかこう不思議な感じね。あー、撮れましたね、今ここ撮れました、ピシッとね、青と白と赤いい感じですね。青もいい感じだ、今ので。もうちょっとね、こうじんわり見たかったんけど、あそこめくれちゃいましたね。もうめくれたからしょうがない。ね。はい。もう見ちゃいました。いいんじゃないかなと思います。これね、これ今回ね、クレオスさんの塗料を使ってるんですけど、クレオスさんのブルーに、バイオレット。これ赤な、どっから赤出てるんだ。ああ、マスキングテープか。びっくりした。ここのやつがここについてるんでびっくりしたね。コバルトブルー。コバルトブルーをブルーにちょっと入れて、若干明るめになるんかな。うん。若干こう、調色してます。はい。まあ、微妙なとこですけどね。もうそのまま塗ったんとそんなに変わらないと思うんですけど、若干ですね。はい。気持ち変わるぐらいかなっていうところですね。もうここは後でめくろうか。あ、やっぱりめくろうか。めくった方が感じいいね。よいしょ。めくります。よいしょ。傷つけないように注意しながらね。あ、もう他のとこはいいかな。まあまあいいか。めくってようか。裏側のね、爪が気になってるんですよ。パーンって当たってね、傷つけたりとか。よいしょ。まあ、なんせ塗りたてなんでね。塗りたてなので。あ、ここもめくれててね。あ、何気にここのマスキングね、ピシッといい感じでいけてますね。するっていうか、もうここまで来たらワクワク取り越してもう感動してますね。はい、うわー、いいな。はい、はみ出しなしですね。まだわからない。ここまで来て傷つけた最悪。はい、いけた。 OK ですね。はい、どうでしょうか。感じめっちゃ綺麗にね、塗り分けはいけましたね。はい、いい感じ。赤、青、赤、白、青か。青、赤、白か。青、白、赤か。まあ、どっちでもいいんですけどね。はい、ここもめくっていこう。これがちょっと心配。あ、いけたね。いけてますね。はい、いい感じでここ青になっております。わあ、かっこいい。これはもうカルソニックですよね。はい、いい感じで色ついたと思います。ちょっとして、はい、ということでね、今日はこれで終わっておきたいと思います。大変ね、長時間ご視聴ありがとうございました。次回また頑張っていきますのでね、よろしくお願いします。で、いつものお願いとして、コムさんのね、チャンネル登録としてよろしくお願いします。それとね、いいねとね、ご意見ご感想、応援メッセージ待っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、これもめくっちゃおうか。
あ、これ別にめくらなくても一緒か。次々黒塗装なんでね、その道めくるんですけど、あ、ここね、ここはい、ここの塗り分けね、ここ白青でもええやんかな、これ黒に塗らなあかんですよ、ここカーボンやからね。うん、もったいないね、綺麗に塗るね、これの方が。はい、ということで、今日はねこれで終わっていきたいと思います。カルソニック日産 RQ2CP でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまたね、次回お会いしましょう。さよなら。